Hello everybody, this is Kaz. 英語の上川です、今日は機関銃英語が聞き取れる、ね、三州社出版という本の110ページ、こだわり項目に T はラにならないというところを言っています。例えばアメリカ英語では Better という発音が Better というふうになるというのは有名ですよね。でもそれを Better の他がラになると思ってですね、 Better と言ったらそれはカタカナ発音ですので、アメリカ英語に近づいたとは言えません。どうしたらいいのでしょうか？例えば、ベターの場合は、できるだけ首の奥、ここら辺ですね。ここでリラックスさせて、better, better と言ってみてください。多くの人が、better, better と、まだ口の方にね、未練がある人は、better となってしまいますけども、喉発音、ここをリラックスさせる。首をリラックスさせて、首の根元の方で、Better. まるで口がないかのように想像してくださいね。それでは Better Better ですね、もう一個の単語ね Later 後で See you later ね Later それを首の根元の方で Later Later、ね、T じゃなくて D と思って言ってもいいですね。 Later それでも口の方に、負担をかけないようにして脱力して Later 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 どうでしたでしょうか。英語の音また明日。